お、どうも福蔵どうもになるかりやです。3分レンジで浅田もがっているです。最近ちょっと復活してきてますね。そうですね、ちょっとまたハマってきてますね。ちょっとまたじわじわきてますね。というわけで今回ですけども、はい、ガッティ君が夕闇好きですよね。はい、であの夕闇さんが前に言うと歯磨きをした後に、はい、あのやばいね、口の中が。そう、それなんか気づき期末を決めるみたいなやつなんですよね。そうそうそう、僕ちょっとそれ知らないかったんですけど、あの僕が単純に試したいのが、なんかこの歯磨いた後に普通に水飲んだんですよ。そしたら、あれちょっとうまくねーって感じになって、うまくなるものもあるんじゃないかと、歯磨いた後に食べて、うん、っていうのを思ったんで、ちょっとそれをね、であのもう僕らで事前にこれとこれとこれならうまくなるんじゃないかっていうのを集めてるんで、はい、それをちょっとやっていきましょう。やっていきましょう、はい、あー辛くなってきたー、こー今もう息が青いでしょ、うん、すっきりして。じゃ試して僕ちょっとこれ、まあ一気飲みしたやつを、ちょっと飲んでいいですか。はい、おう完全味歯磨き粉だね。なんかあんまうんみたいな、あんまやなってきてボンみたいな。でまずね、あの僕が、はい、あの経験したお水です。水、水うまいですよ。透き通ってんのいつも。いただきます。はい、あーなんかちょっと美味しくないですか。美味しい、めっちゃ冷たく感じる。じゃあ次行きましょう。行きましょう。あーあーわー、歯茎めっちゃ痛い。続いてなんですけど、はい、バニラアイス、おい、買ってきましたよ。もう超王道の、なるほど、スーパーカップ、スーパーカップ、でそのミントみたいな。そうだね、うん、ちょっといただいていきましょうか。いただいていきましょう。甘いもんはなんかわりかし合いそうな気もするんだけどな。コーラやばかったから結構大きい。痛い。おお犬いるかと思った。あのね、味は美味しい、味は美味しいんですけど、あのもう歯が痛い。いいっすよ。じゃあいきます。めっちゃね、味は美味しい本当に。おあああちょっと酸っぱくなってんな。うまいかも、うん、そう、あーうまいな。あーうかうか、おいしいわ、おいしい。あー痛いっす。あのおいしいんですけど、前歯、奥歯と前歯がめちゃくちゃ痛くなるんで、あのそれを覚悟した上でやってみてください。なんか濃厚になってる気もしなくもないんだよな。ハーゲンダッツみたいな、なんか、うんうん、感じ。あーあー痛い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 。あーというわけでね、どっすんみてぇな顔してるよ。おう期待のバス、明治のね、あのチョコレート、チョコレート、一番オーストパネル、はい、これチョコミントになるんじゃないかと、はい、いうわけですよ。ですよ、はい、いただきましょう。いきましょう。もずくね。甘さ全然感じないね、チョコの。まずくね。全然まずいわ。なんかこれ美味しくね。なんか予想外したね。そうっすね。やっぱチョコミントにはなんなかった。なあ。もうやるしかないですから、ね、やってみますか。今ラストなんですけど、はい、YouTuber と言えばじゃないですか、もうここに来たら。はい、サドンデスソース。まあでも甘いもいっぱいあるからな。そっか、そう、そうだそうだ。これもう大量にもうクリアクリーンを摂取して、おうおうおう、スプーンはちょっとこうするくらい。オッケー、行きましょう。あー息がつえ。息が息がつえんだよ。のおお、いやーいったなー。いったなー、それ見た目はジャムみたいなんだよな。いったなー、それ怖えもん。くせー。あー
ちゃったよ。あーもうやだわ。もうやだよ。あー行こう行こう。せーの。マジで、あーあーやばいやばいやばい。ちょっとマジでね、やばい、なんか自然にこういう口になるわ。唇が痛すぎる。あ、シンプルに涙止まんねえ。いやもうビチョビチョだもんな。あーもうやんなきゃよかった。効果ないというか増してるよね、マジで。うん、やべえわ。加計美和子のおっぱいも見てる。チョコレートうめえ。テストス後に食うチョコレートが一番うまい。これ立証しました。ごめんなさい。歯磨きプラスだと本当にやばいね。本当にえぐいことになるわ。そもそもがこう染みてるじゃん、全体に。うん、もっと染みるね。うん、一瞬でもう喉奥ぐらいまで広がる。うん、